一応記録されて、まあ、こちらのイベントのウェブサイトで後でオンデマンドで視聴できるようになりますので、まあ、ちょっとその旨ご了承いただけたらと思います。で、マイクとカメラは今皆さん参加者全部オフになってると思うんですね。なのでご質問がある場合にはTeams の画面の上部のチャットからよろしくお願いいたします。はい、じゃあ次に登壇者の一覧のご紹介になります。じゃあ上から順に松田さんから。はい、どうも皆さんこんにちは、札幌からということで、普段は札幌のねコミュニティを運営している、ところから来ております松田と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、私、武井と申しまして、最新の技術を楽しく分かりやすくっていうモットーにですね、ブログとかで情報を発信しています。で、世界一分かれみの深いクラウドネイティブなんとかっていうですね、YouTube を配信してまして、で今回のセッションはその題名をちょっと借りさせていただいたんですけども、まあ、分かれみの深いシリーズもいよいよ世界に進出ということで今回頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。山本さん、お願いします。はい、Azure 愛して10年、山本正樹と言います。好きなサービスはアクティブディレクトリーです。 Azure アクティブディレクトリーです。よろしくお願いします。ブログで世界の山さんなど Twitter などやってますので、どうぞよろしくお願いします。お願いします。私は不破隆之と言いまして、テクノロジーの民主化というところをキーワードに、いろんなコミュニティ活動とかを行ってます。結構いろんな勉強会とかで登壇させていただいたりとかして、皆さんのテクノロジー民主化を進めながら、独創をお手伝いすることをやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、早速セッションの方を始めさせていただきたいと思います。で、今回のセッションの概要は、まあ、Azure ってアプリケーションを実行できる、まあ、様々な基盤があると思うんですね。仮想マシーンとか、アップサービス、ファンクションズ。で、コンテナの実行基盤に至っては、Kubernetes サービス、Azure コンテナインスタンス。それで、昨年発表された Azure コンテナアップスなんていうのもあって、よりどり緑なんですよね。でも、まあ、そういう豊富なコンピューティングサービスを提供している Azure なんですけれども、いざこう、アプリケーションを動かそうと思うと、まあ、どれを使っていいか、で結構迷っちゃうと思うんですね。で、今回はそういった迷えるエンジニアの方々の羅針盤となるべくですね、アプリケーションのニーズに合った最適なコンピューティングサービスをディスカッション形式で分かりみ深くお伝えしようと思います。まあ、こういう時には AKS だよねとか、ここやっぱり定番のアップサービスじゃないとか、なんか最近 Azure コンテナアップスみたいなの出たぞみたいな、まあ、そういった熱い議論を通じてですね、クラウドネイティブなアーキテクチャを構築する皆様の助けになれたらと思います。はい、じゃあここからちょっと松田さんよろしくお願いします。はい、じゃあ変わりまして、本セッションの概要というところで、まず Azure でね提供されている以下のコンピューティングサービスについて議論いたしますというところで書かせていただいているんですけども、まあ、アーキテクチャといいますととても幅が広くなりますので、まあ、山本さんが好きな Azure Active Directory も当然入ってきますけども、まあ、そういったところをちょっと今回は割愛してコンピューティングをどうやって選んでいったらいいかなというところにねフォーカスを当ててね進めてさせていただきたいなと思っています。はい、次お願いします。はい、はい、でコンピューティングサービスの選定フローというところで、こちらはドキュスに上がっているものから抜粋してスライドにちょっと転記したものとなっております。で、まずこれどういうふうに読むのかっていうところはちょっと分かんないですけど、実はね真ん中の上にスタートというのがありまして、そこからマイグレート、要は置き換えていくっていう方向なのか、今回新たに新規に作りますっていう方向なのか、まあ、まずここで大きく分かれてきますよと。まあ、こういったふうになって、ビルドニューとなれば右側に行きまして、Do you require full control ということで、完全な仮想マシンのコントロールが必要ですかというところにつながっていくと。でもし必要なら仮想マシンを立ち上げましょうと。IaaS ベースですよねって。で、違いますよってなると、HPC ワークロードですかってなると、バッチっていうね、パーソナサービスがありますよというところに入ってきますと。まあ、こういった形でね、フローが作られてますんで、こういうふうに当てはめると、このフローに基づいて考えて、こういうふうに選びましたという、論理立てたね、答えを出せるのかなというのが、このデバイスのね、選定フローを使った時の説明しやすくなる。かつ分からない時でも、あ、そうだよねっていうふうに言ってもらえる。そして、それを決めたことによって、チームのメンバーが、あ、そうだ、こういうふうにやっていくんだというふうに分かる羅針盤になっていくという部分がね、決めれていくように、何かしらこう皆さんにね、持ち帰っていただけたら良いのではないかなと
というふうに考えている次第です。またこのフロー後でもね使ってね、行きたいなとは思ってるんですけども、そもそもねこんなのどんな風になってるんだろうとか、まあ、もしねわからないこととかありましたら、積極的にチャットの方にも書いておりますけども、質問をいただければと思います。はい、じゃあ早速ねユースケースの方に入っていきますか。でここからはですね、先ほど の, コンピューティングアーキテクチャの選定フローに基づいて、まあ、実際にどういうような、こうユースケースに基づいて、まあ、システムを構築したかっていうのをですね、4つの事例を用いて、まあ、ちょっとご説明していきたいと思います。チャットの方に投稿をどんどんバシバシしていただければ、可能な限り拾ってご質問をお答えしますので、ぜひともよろしくお願いいたします。でですね、まず最初に、こちらですね、Azure Func Serverless Architecture によるアカウントプロビジョニングシステムなんですけども、こちらはですね、まあ、ユースケースとしては、Azure Active Directory の中にグループを大量に作って、その中にさらにユーザーを大量に作るっていうようなシステムですね。で、やっぱりそういう大量のアカウントをプロビジョニングする、ヘルズ実行するっていうのは、やっぱり Azure Functions の得意技なので、まあ、Azure Functions を使っています。で、かたやですね、やっぱりそのグループを作ってから、まあ、ユーザーを作るっていわゆる Azure Functions の同期的な実行が必要になるので、Durable Functions っていうものを使ってですね、まあ、Azure Functions を、まあ、制御する、順番を制御するっていうような、まあ、システムを、まあ、やっていますと。でこちらをですね、例えばこのフローにちょっと当てはめてみますと、まあ、例えば、まあ、スタートから始まって、まあ、ビルドニューですね、新しいのを作ります。で Do you require full control、まあ、とフルコントロールはいらないので No、 HPC ワークロード、まあ、これも No ですね。でマイクロサービスアーキテクチャであるかというのは、まあ、アカウントを作ったりグループを作ったりっていうのは、まあ、ちっちゃい、まあ、サービスだと考えればイエス。で、ここで、まあ、イベントドリブンワークロード with short lived process であるかどうか。まさしく今回のケースはこれなんですね。ユーザーとかグループを作るって、結構そのイベントドリブンな、今回の場合は CSV、ブログストレージにアップロードされた CSV をトリガーにしてあるんですけども、まあ、イベントドリブンなワークロードで、でかつショートライブドプロセスですね。ユーザーとかグループ作るっていうのは、まあ、すごいショートライブドなプロセスなので、まあ、なので Azure Functions っていうですね、結論に至ったと。まあ、このフローに基づいて、選定していくと、まあ、こんな感じになるというところですね。はい。じゃあ次のユースケース02に行きますか。一旦じゃあまあ 4つあるんですけど、一旦4ついっちゃいますかね。はい。あ、そうですね。はい。じゃあ流して後で質問があれば皆さんお願いしますというところで。はい。はい。はい。そうですね。じゃあユースケース2ということで、じゃあ私の方からですけども、まあ、ファンクション API とアップサービスというところで、Azure Function をステートレスな API として、プライベートネットワーク向けのパーソナルコンピューティングリソースとしてアップサービスを用いたと。で、私はどうしてもね、開発者、まあ、肩書きでもデベロッパーって書いてるんですけども、やっぱりコードを書くところに集中したいっていうのがありまして、なるべく IaaS を入れたくなかったんですよね。まあ、そういうのもあって、今回はパーソナルプラットフォームを主体として、考えていったと。まあ、どうしても VNet 統合用サブネットというところで、この仮想ネットワークアプライアンスとか、まあ、そういったものを入れなければいけないのがどうしてもあったんですけども、なるべくコードはもう DevOps で自動化してすぐに入れれるようにしたいと、まあ、そういうところをね中心に考えてたときに、まあ、内部用の API 等々を組み合わせていったと。で、なんでアップサービスを入れたかといいますと、このファンクションの中ではできない処理というのが永続的な処理というのがありますと、まあ、そこは Diable ファンクションを使えばいいんじゃないかなというのもあるんですけども、やっていたことが、まあ、ストリーミングサーバーをちょっとやりたいなというところがありまして、それを Diable ファンクションでやるのはちょっと違うかなと。で、本来であればメディアサービスとかもあるんですけども、メディアサービスを使うにはあまりに規模がないと、大容量配信をするわけではないと、まあ、オリンピックのようなね、こう大規模配信をする突発的な仕組みが必要というよりは、継続的に何人かが見れるような環境が欲しいというのがありましたんで、プレミアムのアップサービスプランを母体としたインターナル API という形で作っているというものになります。ここをですね、フローで置き換えていくと、
どうなるかと、ちょっとスライド戻していただいていいですか。ありがとうございます。また戻っちゃってますね。はい。で、スタートというところからいきますと、ビルドニューと。で、Do you require full control? ここ迷うんですよね。いや、フルコントロール確かにあった方がいいんですよ。いいんですけど、やっぱりちょっと私は開発の方にこだわりたいなというところで、やれるところまでちょっとパースでやりたいという思いがありまして、HPC ワークロードではないので、こっちに降りてったと。で、その結果、マイクロサービスアーキテクチャかって言ったら、そうですという部分で引っかかるかなという形で、アップサービスをチョイスしたというところですね。今ですと、ちょっとストリーミングが使えるかどうかわかんないですけど、コンテナアップスというのも出てきましたので、今日 GA、今日ですかね、GA してましたよね。そうですね。これ、今フローが両方ともイエスになってるんですけど、どっちでしたっけ？どっかおかしいね。多分イエスとノーだと思うんで、はい、右にイエスで下がノーなのかな。あ、すみませんでした。誤植ですね。ちょっと天気が漏れてました、すみません。というところで、マイクロサービスアーキテクチャという選択肢で、昔からあるパーソナプラットフォームというところで、Azure App Service を使ってると。で、ここでプレミアムというのを使うと、バーチャルマシン相当のね、ものが当たりますんで、あそこで、処理をしていくのがちょうどいいかなと、規模的には。数人見るだけなので、というのを選んだと。あとは、ファンクションは武井さんの方でお話しされてた通り、小さい処理なので、それでいいでしょうという選び方をしているところです。ちょっと他のところもね、いろいろ面白いところがあるんですけども、今回コンピューティングですので、細かい部分はちょっと割愛させていただきたいなと思います。じゃあ次に行きますか。じゃあ次ですね。はい、これは私の例ですね。はい。これは弊社の製品、SaaS のサービスになるんですけども、マルチテナント SaaS サービスっていうので、いろんな企業さんで、コンテンツですね、画像とか動画ファイルを、一元管理するサービスをマルチテナントで、SaaS として提供していますと。で、各企業間の、セキュリティは担保しつつ、リソースの効率化を行うために、画像サムネイル作成などテナントに依存しない処理は共有リソースを活用しているというところで、もうそのまま読み上げちゃいましたけど、要はその上の方のですね、占有リソースは、テナントでそれぞれ独立して個別にできます、してセキュアにしてますよと。で、その他ですね、まとめられるようなところは共有リソースとして、例えばこうメディアプロセッシングユニットみたいなところで画像のサムネイルとか作るんですけども、しかも Kubernetes のクラスターを使って、複数の、テナントの処理をまとめて、リソースを効率的に使うようにしているというところですね。はい。でですね、じゃこれをまたフローに当てはめていきますか。ちょっと武井さん、またフローを出していただいて。はい。でですね、これ、SaaS のサービスなんで、マイグレートではなくて、なんかビルドニューになってしまうんですけど、またこう右に行ってですね、で、ですね、これ、実は一部バーチャルマシンを使ってまして、どうしてもちょっと、バーチャルマシンじゃないとできない処理があって、一部まずバーチャルマシンで処理をしてますっていうのと、あと組み合わせてるんですね、このままあと下に行っていただいて、マイクロサービスアーキテクチャでもあるんですけど、ウェブアップスも、アップサービスも使ってますし、で、あとずっとしたいんですね。今までちょっとここの絵で止まってたんですけど、フローを、あとコンテナの、フルフリッジドオーケストレーションって、そんなにものはいらない、そんなものがいるんだ。ごめんなさい。オーケストレーションがいるんで、このところを下に行ってですね。そうすると真ん中の、ところで、Need a Managed Service ってところで、これは当然欲しいので、ここをまた右にですね、行きまして、でサービスファブリック、何かっていうのがあるんですけど、そうですね、サービスファブリックに詳しいか、それともちょっと .NET フレームワーク古いの使ってるかみたいな、ちょっと今チャットのコメントで。サービスファブリックの選定例がちょっと悲しいってあったんですけど、ちょっとそうですね、この理由はあんまり積極的ではない理由なんですけども、ちょっとこれでは今回当てはまんなかったので、スプリングブートアップでもないし、じゃあ、レッドハットのオープンシフト使ってるかってわけでもそうでもない、なので最終的に右下の Kubernetes サービスですね、こちらにたどり着くというような感じになります。
はい、そうですね、サービスファブリックはなんか、もうちょっとね、まあ、アクターモデル使いたいとか、なんかそういった積極的な理由があってもいいかなと思うんですけどね、なかなか、はい、このフローだとちょっと。フロー自体は簡略化された技術になってますんで、これ自体は、まあ、あの各組織、チームでね、アップデートしたり、書き出して、まあ、選んでいくこともできるようになるっていうところありますよね。はい、といったところが、まあ、今回ご紹介したサービスの選定フローになるのかなと思います。はい、なので続いて、はい、こちらの方ですね。はい、じゃあ私の方からちょっと説明をさせていただきます。ですね、ユースケース04はですね、大規模データの効果的な処理ということで、まあ、今回この図を用意しました。で、これはうちでやってる案件 の, いくつか組み合わせて、今回ちょっとビルド用にデザインをしました。で、今回あったのが特に e-learning コンテンツっていうふうに今回書いてみたんですけれども、動画コンテンツとかを提供するためのウェブアプリケーションを、今回やっぱサービスで構築するっていうのと、動画コンテンツをこう不特定多数に大量に配信する必要があったので、今回裏にメディアサービスを用意しました。で、メディアサービスっていうのを使用すると、ストリーミングで大規模に何百人とかでも同時に動画を配信するということもできますし、あと使用して、ユーザーさんが使用している端末、パソコンであったり、スマートフォンであったり、iPhone だったり、Android だったり、いろいろあるんですけれども、デバイスに合わせて最適な映像を出してくれるっていう仕組みになってます。これによってもお客さんが、お客さんのエクスペリエンス、このシステムですね、お客さんに動画を配信するという以外にも、お客さん自分で声を録音して発音が合ってるかどうかっていうのを確認したりするっていう仕組みを今回は用意して、それで Azure VM があったり、あと一旦受け取ったデータを Azure バッチで全部バッチ処理したりして、あとはマシンラーニング、Azure AI ってあるんですけれども、テストデータの文面解析とかっていうこともしてます。で、あと下の方に、ちょっとこれコンピューティングとちょっと離れちゃうんですけれども、開発者は Azure DevOps でデプロしていきますと。こういう感じでですね、App サービスと Azure VM と、メディアサービス、バッチを組み合わせた、こういう大規模データの効果的な処理をしたい場合には、こういうフォーメーションも実は用意することができます。じゃあ、フローのところをちょっと出していきましょうか。実はですね、このシステムですね、もともとオンプレミスで動いていたシステムで、最初ですね、アップサービスが上に出てたと思うんですけれども、そしたらですね、マイグレートの方になりますね。で、マイグレート行って、左に行ってですね、最後、左下にアップサービスっていうのがあるんですけれども、今回ですね、オンプレから、Azure にしたっていうときに、デプロイの速度を速くしていきたいし、お客さんのユーザー体験はもっと高くしていきたいということで、アップサービスにしていったんですけれども、片方で、もっとベースデータの分析とかをしたいっていうところもあったので、そっちは実は今回、Azure に移行したときに新しく作った機能になりまして、そちらはですね、ビルドニューから始まるんですね。で、今回 Azure バッチが登場したんですけれども、Azure バッチはですね、バーチャルマシン、Azure バッチと上から2つ目のところで、フルコントロールではないんだけれども、HPC ワークロードっていうところです。で、ちょっと HPC かって言われると、HPC ワークロードっていうのはどちらかというと、科学分野とかが結構該当するんですね。スーパーコンピューティングとかっていうのが該当するんですけれども、スーパーコンピューティングってことではないんですけれども、扱うデータがバイナリー、要は音データだったりとかするので、結構それなりのスペックがどうしても要求される処理になるので、今回 Azure Batch っていうものを選びました。で、構成図ちょっと戻ってもらってもいいでしょうか。
ありがとうございます。で、この図ですね、アップサービスと、Azure VM が2つ入っていて、両方ともアップサービスすればいいんじゃないですかっていう話、よく聞くんですね。なんですけれども、Azure VM を使用したのは、ちょっとどうしても VM でなきゃ動かないものがあったっていうところもあるんですけれども、選定にあたってですね、答えは1つではないっていうところが、実は肝になってます。アップサービスがあるから、じゃあ全部アップサービスにすればいいっていうふうな選定にはならなくて、一個一個のパーツをちゃんと見据えていって、ここの機能はちょっとアップサービスでいこうとか、こっちはどうしてもちょっと VM じゃなきゃできないから VM だっていこうっていう、ちょっとハイブリッドの考え方がどうしても要求されるようなユースケースになります。はい。私からは以上です。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。なんか今質問の方が来ていて、やっぱこちら一回ちょっと議論になったと思うんですけど、こちらのコンピューティングサービスの選定フローは Azure コンテナアップス選択肢、はいはいはい、バージョンの公開だったでしょうかって来ましたね。はい、そうですよね。そうですよね。気になりますよね。ちょっとフローのと QS の方に関して言うと、多分今まだ更新されてないかなとは思うんですけども、ちょっとどうなるかなということ。そうですね、これ公開されたのが多分もうまだ GA される前 で今回のビルドで GA されたんで、多分今後加わっていくかなと。ちょっとフローを表示してなんか僕らでなんかどこに入るかなみたいな、ちょっと今議論するとすると、うんうん、まず Azure コンテナアップスがこんなに早く GA するなんて誰も思ってなくて力の入れ方はすごいですね。一気に来ましたね。あとなんか1年ぐらいかかるのかなと思ったら、なんかもう昨日 GA しましたみたいに言われちゃったんで、僕らも今あたふたしてるんですけどどうですかね。この辺りですかね。いや、もっと上じゃないですかね。ちょっと上じゃないでしょうか。やっぱりそのマイクロサービスアーキテクチャだったらアップサービスみたいなところが、ここがコンテナアップスになるんじゃない。そうですね。ここだとちょっと技術的背景もあるんで、ダパーとかあの辺が入ってくるっていうところで、新しいこうプラットフォームみたいなエコシステムみたいなところがあるんですよね。そういったものを採用するってなると、アップサービスよりはもう間違いなくコンテナアップするのがいいでしょうと。で、課金もね、抑えられてサーバーレスで始まるしと。いいところづくめなんですけども、逆に従来型のアプリをデプロイするに向いてるかというと、またそこがね、変わってくる部分っていうのはありますんで、そうですね。選定理由として全てがそっちではなくて、新たに作ったらそういう選択肢が増えてきたというところが非常に大きいんですよね。多分ターゲットとしては A ケースだとちょっと自由度が高すぎる。で、そこまで自由度が高くないけど、アップサービス以上のなんか自由度は欲しいなみたいなのが、なんつうかコンテナアップスになるんですかね。それもありますし、もう一個の色がやっぱりサーバーレスっていうところでゼロから始めれるっていうのがすごく大きいかなと思います。課金のメーターもすごい細かい単位になってますんで、アップサービスですとこう VM1 個のインスタンスいくらですっていう、こう計算の仕方をしてますけど、じゃなくて CPU とメモリの時間で計算しますっていうところの入り口があるというところが、まずサーバーレスアーキテクチャっていうよりもサーバーレスサービスプロバイダーとしての展開の仕方をしてきたんだなっていうのを感じる部分だと思うんですよね。ここよく言うとですね、Azure Functions と似てるっちゃ似てますよね。ファンクションズは結構ファンクションズ独自のフレームワークに乗っからなくちゃいけないんですけど、コンテナアップスはコンテナ化されてるものなんで、一般的な、ファンクションズを知らない人も他のプラットフォーム使ってる人も使えるっていったメリットがあるんじゃないかなというところですね。そうですね、コンテナ単一で上げてしまうとやはりもうそれだけになってしまうんで、 SLA とかもそんなのをサービスで持とうとか自分たちの作ってるもので持つっていうのはちょっと現実的ではないっていうところありますよね。そういったところをこうマネージドで、ね、提供してくれるっていうところもありつつの新たなその、ね、プラットフォームとしての色も持っているっていうところで、これはちょっと開発者主体であればアップサービスのその部分から置き換わってくる要素は非常に強い部分があるのかなっていうところがありますね。アップサービスはアップサービスっていうその名前の通り、あとウェブの方により特化していくのかなっていう感じですかね。そうですね、もともとそのワードプレスとかそういったあの既存の、ね、ものを動かせるっていうプラットフォームの色も持ってますんで、本当に幅広く使っていけるのがアップサービスの特徴ですよね。ちょっと質問がですね、今
バババッと入ってきてるんで、はい、あと残り5分なんで、ちょっと拾えるところだけ拾っていきたいんですけど、はい、サービスファブリックがなくなるのかっていうと、まあ、これは我々でも分かんないですけど、まあ、なくならないですよね、そう簡単に。今これ、Azure の基盤にも使われてるし、あと、あのクラウドサービスって昔のサービスが、まあ、ようやくリタイアするかなって感じなので、まあ、10年ぐらいあるんじゃないですかねみたいなちょっと知らんけどみたいな話になっちゃいますけどあ、そうですね、あの技術としては本当にね面白いことをやっていて、ある意味こう概念をそのまま実証したのを .NET フレームワーク向けに作ったというところが最初のスタートだったと思うんですよね、まあ、なんで、これは結構モデルケースみたいな部分があるのかなっていうところがありますよね、うん、ちょっとまあ、それ以上ちょっと今我々から言えることはないですね、すいません。そうですね、なくなるかどうかっていう判断はできないところですね、はい、であとは、コンテナ化しないといけないところっていうのはクリアになるといいなっていうんですけども、あ、ここに確かにコンテナ化っていう観点はあんまりこの絵で表されてないですかね、確かに。あ、そうですね、コンピューティングを使うところの視点でいうと、開発者寄りでありつつこうサービス選定をするっていう土俵を多分持ってると思うので、実際にこう開発のメンバーの得意なスキルとかがあった場合は多分選定の要件がまた変わってくると思うんですよね、うん、例えば PHP が主体ですってなればまた違うところ、ウェブ系の方を主体に考えていった方がいいんじゃないかとか、アップサービスの方がいいんじゃないかとかってなりますし、私は開発者なんで開発の方から入った方がいいってことで、もう極力マネージサービスのねパースがいいっていうふうに考えますし、まあ、そうじゃない場合にはまあバーチャルマシンでやった方がいいんじゃないかと、その辺のインフラ基盤でやった方が、あのいろんな変化にはね何でも対応できるからいいんじゃないかって考えることもできると思うんですよね。うん、そうですね、うん、あとはなんかそのフローのあの誤植の部分で、マイクロサービスアーキテクチャイエスだとアップサービスなんでしたっけってとこなんですけど、ノーですかね、マイクロサービスアーキテクチャがノーだったらアップサービスで、イエスだったら Azure ファンクションの方っていう感じですかね、この下に行く、ね、確かにモノリフィックのアプリだとよくそうだよね、サービスおかしいねこれね、うん、見たら変だよちょっと清書するときに間違いになったと思います。はい、ノ, ノーです、ノーです。ノーです。そうですよね。ちょっとこれ、我々が持ったあるやつをちょっと見やすく書き起こしたものなので、すいません、ちょっと誤植があったっていうところは申し訳ないです。はい、まあ、でも、サービスが一番使い勝手がいいかなと、私のプロだと一番登場シーンが多いのが、そうですね、サービス。何でも使いますからね。ですかね、そうですね、うん。別にマイクロサービスだって、アップサービスも、ね、当然使えるし。まあ、一概にこうだとは言えないですよね。スケールアウトも早いですからね、アップサービスは。うん。Azure コンテナインスタンスとコンテナアップスの大きな違いは何でしょうか。ああ、いい質問ですね。どこ誰か答えます。私の感覚だと、コンテナインスタンスって単純にシングルコンテナをそのまま動かすっていうだけで、まあ、要は、なんつうんでしょう、丸裸っていうイメージが大きいと思うんですね。うん、でもコンテナアップスって DARPA とかいろんなメッセージングサービスとかがマネージャーとして提供されているので、うん、まあ、もうちょっとこう、なんていうんですかね、高度なサービスを提供したいときにはそっちがいいかなと。ただ AKS だと逆にちょっとカスタマイズの部分が多すぎて、自由度が高すぎてっていうときに、まあ、コンテナアップスが登場するのかなっていうような感触を抱いてますね。あと1分です。あと1分です。そうですね、フィードバック の, あのメッセージもいただいてますけどね。うん、アンケートにも、ね、お答えいただければ幸いなところですけども、はい、とりあえずじゃあ質問には今お答えは一応できたというところで、なんかもうラップアップですかね、はい、そうですね、あと残り1分、じゃあなんか総括して何か誰が、はい、じゃあ最後に私の方で今回30分という短い時間でしたけども、まあ、Azure のコンピューティングサービスの選定に関して、まあ、分かりに深く、まあ、ご説明できたかな。